どうも、テロです。ミンゴリやりましょう。やっちゃいましょう。はい。うん。ガチャからやろう、ガチャから。この辺ある？ない。この辺なくて、この辺ある？ある。1枚。はい。うおー、きたありがてえ。よし。リムジンクラブ3本目。3本目か。あと無料ガチャもやりますか。はい。はい。ではプロツアーやりましょう。いいよね。4枚だしね。はい。リーグランキングは3612と。はい、今回も4回勝って終わりにしようかなって感じですね。はい。クラブセット。まあ、いつもの流れ、ドライバーフェアウェイウッド、ロングアイアン、ショートアイアン、ウェッジ、パター。パターに、成長させるためトロピカルフラミンゴクラブを入れてると。うん。それ以外はカンストなんですけど、このスイング P279 とインペリアルフォーカスは、まあ、適切じゃない場所に入っていると。まあ、そんな感じですね。いきますか。まあ、これを使いたいところもあるけど、まあこれでいっか。よし、行きましょう。誰にしようかな。うん、はい。2444。対戦したことあるかな。今日の音楽はハワイアンにしましょう。オーラグーパツイチ。始めます。237、相手が先。相手はあれか、スロットクラブを持っていると。なんか今挨拶したような音がしたんで、ちょっと画面見てなかったんですけど、挨拶しときました。直接狙ってくる。チョーパーをどこにぶち込むか。
何を打つんでしょう。まだ10秒ある。ナイスショットです。そこか。39.3。さあ、行きましょう。まあ今の感じだと風神風神でいいかなっていう。風神風神でいいっしょ。この辺。あ、今日ちょっとやばいかな。あ、ただ66ヤード先だもんな。たった66か。これが初戦か。まあ決めて終わりにしますか。初戦まずは決めておきたい。ああ決まった、よかった。ああもうよし、よかった。勝ちです。2倍でも多分勝てるな。相手のショットが2倍でも勝てるはず。スロットじゃない、ライアシか。ライアシなんだ。かつあれか、ラフだもんな。ライアシラフ。うん。ナイスショットです。よし。1.3 倍ショットと。いいゴールです。これリベンジマッチありますよね。はい。今日も頑張りましょう。現在の時刻、誰にしようかな。朝の8時半ですね。だからまあリベンジマッチある可能性は高いかない。HC112408。多分対戦したことある。気がする。パーフォー。キンガー。さあ、行きましょう。403ヤード。はあ。風向き、そこ、そこ。102ヤード。ちょっとあれだな。いいですね。103ヤード。さあ行きましょう。まあ無理か。無理なんだな。まあここは無理で103ヤードな。この辺に落としとけばいいか。そんなんだったら風神でいいやっていう。
まああんま考えてない。ナイスショット。あんまり考えない。うわ、いいですね。106ヤード。ああ自分先か。うん。まあ一応狙い通りではあるんだよな、これは。うっそ、入ってないとかある？ありえる？そんな。な、入ってないぞ。おお、来た。よし。奇跡的に。おお、決まった。よかった。あ、運が良かったね。運が。ライアシで決めると。入ってないんだな。ナイスショット。そこ。まあ調子いいな。薄氷な感じなんですけど、ちなみに今2打決殺やってます。ずっとこの2試合連続2打決殺が続いていると。あ、2撃決殺か。ヒロさん2288。なんか性癖全開な感じすごいする。サバワイ、これこうどう打ったらいいかな。1打でいけるか。1打でいけますよと。いけませんよと。相手はどう打つか。あー、なるほどね。まあそう打つのが普通か。チョーパー、後ろに打つか、後ろに打つかだな。宿に。これ風の関係もあるから、まあグリーン周りに落とすしかないんですよね。チョーパー。おお、でもそこで打つんだ。寄せ勝負か。これはナイスだ。さあ、行きましょう。今回の勝負は負ける可能性はある。マジで？これどうしたいの？これ。ライジングアシストか。いや、違う。祝砲か。でも祝砲さ、祝砲。そしたら、ごめん。寄せ勝負したかったんですけど、ちょっと、スペックが足りてない。
ので、残り20秒 か, だから寄せ勝負したいけど、こうなっちゃうからダメ、こうなっちゃうからダメなんですよ。15秒10秒。20.2 と。んで、封刃と。まあ卑怯ですけど無理なんで、これは無理なんで許していただきたい。でも入らなそうだな、入らないな、これどうしよう。入った。3戦目か。ナイスショット。うん、勝ったけど申し訳ない。まあ勝ったけど申し訳ない。はい、今どうなってるかな。勝敗、勝ち勝ち勝ちの勝ち勝ち、5連勝ですね。今日も頑張りましょう。6連勝チャレンジ、誰にしようかな、やっていきたいと思います。ムカキングさん、なるほどね。レッツゴー。バースリー。ファラが、ファラオマウント界ですけど、自分はフルファラオなんで、さあ行きましょう。フルファラオなんで。もう来足だな。無理して封刃打たなくていい。20下か。今一瞬入ったね。一瞬入ったけど、むずいな、これ。ということで、むずいんで、むずいな。どこに打ってもむずいな。テナパ打つか。奥ありだな。奥ありだ。ナイスショット。うん、よし。さあ始めるか。おお。あ、フル封刃持ち、フル封刃持ちで。相手は遠いのか近いのか。これ1打でポイント張って入ったら相手が勝つ可能性あるな。ナイスショット。
後ろに行ったか。 15.5。 これ負けるな。スパイラルを持ってきてないので負けですね。これはまあ、今旗ですよ。ただここから調整するとってことじゃない。強いし、でここで使えるのがスパイラルなんですけど、スパイラル持ってないんでしょうがないですよね。6連勝ならずと。ナイスショット。バーディー。ナイスショットバーディー。やーい。リベンジしよう。はい、誰にしようかな。相手に逃げ決殺を決められてしまった。リベンジはならなかったと。ただ今のところ全部あれですね、レッツゴー、風神は決まってますね。バーにちゃんと当てることができてます。運よくドバー。さあ行きましょう。一応これ飛ばしてなんぼなんだよな。あーすか、困ったな。これね、祝砲が使い物にならないんだよな。だから我慢するしかない。我慢します。こここれはしょうがないな。霊峰ナイスショット。いけるか。自分よりも前か。いいですね。 84.6。 あー後ろか。02。まあ02なら決めれば勝つか。弱め。ナイスショット。頼むぞ。 1.1、 1.3 倍で 1.1。 まあ寄せればいいんですけど、封じんでいきます。
5.6 上。はい。じゃあそうですね、勝って終わりにしましょう。外す外す、外す。封じん。はい、終わったかな、終わってないかな、どうだどうだ、終わったのか終わってないのかだけ。今日はこれで終了。やったー。まあなんだかんだで隙のないプレーは見せられたなと。うん。まあダイヤも出たし。今日も頑張りましょう。今日はこれでいいでしょう。じゃあシルバーから開けていきます。お、なんか良さげなやつが。もうそれ何、そのクラブ何。はい、ではプラチナ開けていきましょう。持ってないけどいいやつきました。じゃあ最後ダイヤですね、いきましょう。ダイヤ3つ、プラチナ3つ。 OK。 持ってないけどいいやつきましたね。はい、ということで、今日のミンゴルは以上になりますと。ここまでご視聴いただきありがとうございます。次回のミンゴルもよろしくお願いします。よろしければチャンネル登録、高評価などな、などなど、なのなの。失礼します。